皆さんこんにちは、佐藤誠です。今日は市役所のですね、控え室ですね、議員のね、会派に入ったんですけども、入ってるんですけども、なんかその会派に入った話をですね、全然皆様にね、こんな大事なことをね、なんで報告したいのかってね、しないといて、この会派の部屋でね、撮ってるっていうところに、若干のこう自分でも、矛盾を感じてるんですけども、そんなもっと今日はそれよりも大事なお話があります。コロナウイルス関連のことです。昨日のフェイスブックで、ああいう形でね、自分もこう意見を言いました。その政府が出してくるね、いろんなね、対策ね、もういろんな人がね、もう消費、やっぱ消費税下げた方が一番いいんだってね、こうね、言うようになりましたよね。こう普通のね、街の中でもね、来ましたけども、まあそれはそれで下げてほしいし、下がらないことが悔しいことではあるんですけれども、まあね、それはそれで、じゃあ今を置いておくにしてもですよ、昨日ね、政府がね、こう緊急事態宣言出したっていうことでね、またこう一歩新しい局面に入っていくんですけども、まあ、それと合わせてね、住民税非課税世帯になっただとか、そこのね2倍以下まで下がっただとか、いろいろな中でこそね、そういう条件下がった方には、まあ、世帯30万みたいな、そういうね、が出たじゃないですか。でその政府のね、いわゆるこう個人向けのね、ああいう経済対策ですか、それがやっぱそれだって正直ね、もう納得いくって個人的には思わないです。やっぱりそのね、自分がもらえないからじゃないですかね、本当にこう手っ取り早くね、全員にね、こうバーッと10万円なりね、配ってしまう方が早いしね、で後でね、いろいろそのね、結局金持ちにも行くのかって言いますけど、お金持ちってのはやっぱ年末いろいろね、結局最終的には所得税だなんだ税金払うわけですから、そのね、どんな人にもあまねくね、スピーディーにね、こうシンプルでパワフルでスピーディーにって時にはそういうのがいいっていうのはね、こう僕なんかが言うまでもなく、いろんな人がね言ってるじゃないですか。でもなんか産経新聞まで消費税下げたり、一律給付は意味ないんだみたいなこう記事載ってるんで、まあ、ちょっと残念なんですけどね。そうは言ってもそれもしょうがないです。今その内容がね、どうかともかく、一応発表になった中で、じゃあそれだって結局いろんな手続きだなんだして、こうその本当に困ってる人届くのは、まあ、今日はね4月の8日ですけれども、ね、5月本当ゴールデンウィーク明けてじゃないかなんていうね話があるわけですよ。そしたらもうね、今年やっぱり2月ぐらいからね、いろんなところに影響出始めてる中では、もう2月3月4月ってきて、ね、困ってる方って本当にねいるんだと思うんですよ、ね、ですからそういう人たちに5月末だと本当にこう遅いんじゃないかなってね、早い方がねいいわけですし、そういうのこうね、本当にこうあれ、なんとかそれで助かるわと思ってる方っているんでしょうけども、やっぱり早くね届いたらいいなと思った時に、まあその昨日の投稿でね、じゃあもうそういうある程度見通し立つ方はもうね、地方の自治体がね、じゃあもう先にあなたにはこうもう10万円ね、もうお宅にはね貸しときますとか支給しておきますとか、でその政府のが来たらね、それで総裁させてねとか、じゃあ改めてちゃんとね返してねって、もちろんそれ無利子でねってやれば、そのつなぎになるじゃないですか。よくね、一般企業だってね、その売り掛けの債券なんかとか手形をねこう割引して金融機関に売って、なんとかその入金までね現金つなぐっていうのがあるじゃないですか。そういう中で、じゃあ一般でこう困ってる方がね、まあ、言葉悪いですけど、じゃあ本当にこう闇金だなんかで、ね、手出しちゃってね、とりあえずね5月末の30万じゃ間に合わないんで今10万借りたいなんつってね、だってそういうところから借りてもちょっとね良くないことだし、じゃあそういうね、そのダークなとこじゃなくたって、じゃあ本当に個人がね急にお金借りられるかっていうと、そういう人ばっかりじゃない中では、こう今ね行政がこう出しね、 先んじてね、やっちゃえばどうかなっていうねあったんで、それをね、昨日ね投稿では、まあ、言いに行くよって話だったんで、今日市役所に来たんですけど、まあ誰に、ね、直伝するかって言ったら、まあ権限がある人ったらもうその人しかいないんですけども、でもまあどうせならちゃんとこういう書類でねやった方が、
形にも残るし、まあ、本当に言った言わないなんていうよりはこうちゃんと正々堂々自分もこれは必要なことだと思ったんで、こう書面にしてね、届けてきました。で短いんでもう何なら読んじゃいます。姿勢に関する要望書、表記の件につきましてご検討ご対応いただきたく下記の通りお願い申し上げます。期1、日本国政府の新型コロナウイルスに関する緊急経済対策が本心において経済的に逼迫している方に届くまでには相当の期間がかかることが予想されます。その間の困窮している市民への支援として市独自の建て替え先行支給や貸付等の対策を講じること要望しますということで、これをですね、まあもう市議会議員佐藤誠として金間市長佐藤真様っていうことでね、市長室にね、まあ、ご本人いらっしゃらなかったんですけども届けてきました。で、まあ本当はね、議員として何かこう行政に対してっていう場合は正々堂々とね、一般質問でやるべきなんですけども、なんて言ったって今議会ね開かれてないですし、市長選がね今年はあるんで、その影響で6月の議会が7月なわけですよ。ますますね、7月にこれ言ったってしょうがないじゃないですか。ですから自分のね本当の独断ではありますし、まあ一応事務局にはねこういうので個人として、出したいんだっていうことをね、まあ言った上でね、まあ、出してますんで、これをですよ、例えば他の議員も俺もそう思うからこう出していくよってみんなで出していったら、それが一つの民意じゃないですか。そういう中でじゃあ行政だってね、まあ、今だって福祉貸付みたいな個人に貸す制度はあるんですけども、じゃあそういうのをね拡充しようとか手続きを簡素化しようとか、そもそもその制度自体をねこういう時期なんでみんなに知ってもらおうとか、そういう動きをすればね、本当にそれで場合によってはですよ、救える命だって、あるんじゃないかと思ったんでね、まあ本当に昨日ねパッと言ってね、やっぱこれはやるしかないなと思ったんでね、やってきましたんで、まあ、そういうご報告を、させてもらいました。もう今日はそれだけです。まあ Facebook にもねこれ前の投稿でねコピー上げてますから、まあね皆さんいろいろ意見あると思うんですけれども、まあねそれが不要だっていうならね、まあじゃあ全然困ってる人いないんで、まあ、それはそれでいいことだと思いますんで、で困ってる人いればね、僕は別に誰かから頼まれてね、本当にもう明日のね1万円がないんだよとかね、来週の5万円がないんだよっていう人から頼まれたわけじゃなくて、まあ自分でもね、もしそういう状況だったらやっぱり辛いなってね、やっぱり毎月いくらっていうお給料じゃなやってない人だっていっぱいいるわけですよね。この国じゃ4割が非正規なわけですから、やっぱりこう時間いくらとかね、そういう形でやってる方にとっては少なからずね影響出てると思うんで、そういう人たちにしたらねやっぱりこう大変なわけですから、でどうせねいただけるものあるんだったらそれを早くね、お出ししてあげるっていうのもね必要なことだと思ったんでね、まあそういう自分の、考えのもとねこの要望書ってね、これ今まで初めてです。こう8年間やってきてこういう形でね要望書出したのは、でもやっぱこれは今一番そのね大事な時期だと思う中では、自分自身はねできること限られてますけど、これをやらなかったら自分もね何のためにねこうバッチつけてるんだってことになっちゃうんで、まあ、そういう気持ちがあったんでね初めてねこんなことをねしてみました。まあ、そんなわけで、ご報告でありました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。なんとかねこれを切り抜ければ本当にこう明るい未来待ってますから、みんなでねこのね初めて直面するね事態ね、いろんな意見出し合ったり知恵出し合ったりね対話をしながら、乗り越えてね楽しい年末にねみんなで一緒に迎えたいなと思います。それでは皆さん、さよなら、失礼します。もうそれだけです、言うことは。